私のチャンネルへようこそ JBN ONE VIEW。 未来への10カウント。木村拓哉の冴えない中年役はおっさん視聴者こそ見るべき。星の源が作る主題歌はどうして素晴らしいのか。山岸聖太が語る、どれだけ何かを削ってるのか。木村拓哉が主演を務めている連ドラ、未来への10カウントの初回が4月14日に放送され、世帯平均視聴率は 11.8% だった。この数字に対する視聴者のネット内での反応は、番宣もかなり頑張っていたのに、キムタクとしてはかなり低い数字、という指摘がある一方で、視聴スタイルが多様化している昨今、リアタイで2桁台を維持できただけでも合格点、など支持する声も。木村扮する桐沢翔我は、学生時代にボクシングで華々しい成績を収めたものの、ある理由でボクシングをやめざるを得なくなり、その後も妻のしおり、春に先立たれるなどし、いつ死んでもいいが、口癖の常にテンションの低い冴えない中年役。ピザの配達のバイトで生活をしのいでいたものの、昔の恩師の強い希望で仕方なく母校のボクシング部の顧問になり、というのが一話の主な流れだった。これまで木村が描いてきた縁イコール正義、俺イコール無敵、俺イコールかっこいいといったイメージを払拭し、新たな姿を構築できるかが盛り上がりを左右しそうだが、さらに芸能ライターは次のような声が上がっていることも指摘する。ドラマのヒロインでボクシング部の顧問折原葵役を女優としての実力は折り紙好きの満島ひかりが演じています。ネットの声では、一話の展開に、もう主役を送っている。満島ひかりを、あえて主演にして、木村を助演にした方が、このドラマは、もっと盛り上がるはずだ。木村が、あえて役、特に女優を引き立てるのが以前より上手、など、早くも満島に注目が集まっていることを思わせるコメントが。それでも、やはり木村は木村。女性ファンだけではなく、木村拓哉は同じ男として素直にかっこいいと思う。私のような木村さんより年上のおっさんファンだって増えてきている。など、人目置いている男性の声も散見されました。もしそうであれば、ドラマを見るのは子供と女性が中心と言われることが多いですが、男性でも満足できる新たな木村像と、ヒロイン役満島とのケミストリーに注目したいところです。ミステリーや考察系のドラマが増えている中で、あえて熱いスポコンものの学園ドラマが、視聴者の心をノックアウトできるのか注目したい。ここにあなたが興味を持っている他の傑出したニュースのシリーズがあります。星の源が作る主題歌はどうして素晴らしいのか？山岸聖太が語る、どれだけ何かを削ってるのか。毎週火曜日深夜1時から放送のラジオ番組、星の源のオールナイトニッポン。4月19日の放送では、映像ディレクター山岸清太さんがゲストに登場。星野さんの新曲、喜劇を絶賛して話題となりました。星野が作る主題歌はどうして素晴らしいのか？山岸が語る、どれだけ何かを削ってるのか。8日に配信リリースされ、テレビアニメ、スパイ×クルーファミリーのエンディング主題歌にもなっている、星野さんの新曲、喜劇。喜劇は13日付のオリコン週間、デジタルシングルランキングビルボードジャパンのダウンロードソングチャートにて、初登場1位を獲得したのだそうです。この曲を何度聴いたかわからない、という山岸さんは、よくも、毎回決定版みたいな曲を作るなと思います。どれだけの労力がかかってるか、俺はわかるよ。この決定版を毎回作るのに、どれだけ何かを削ってるのかっていうことを。いや、すごいですね、毎回。めちゃめちゃいい曲、と大絶賛。星野さんは、嬉しいなぁ。嬉しいこと言ってくれるじゃないか、と素直に喜びました。喜劇について語る山岸にファンから納得の、声その通り。すごい、的確。主題歌制作の大変さを代弁する山岸さんに対し、星野さんは、今回は、家族っていうのが、テーマってことだったから。
自分の家族観みたいなものと作品が提示する家族観がリンクするところがすごいあったから、そこは全然、とコメント。続けて、大事なのは、スパイ系クルーファミリーを全く見ない人が聞いた時に、ちゃんと俺の歌になって泣きやダメだし、スパイ系クルーファミリーが大好きな人が聞いたら、ちゃんと、スパイ系クルーファミリーの歌になるっていう。両方がちょっとずつ合わさってるとかじゃなくて、どっちの面を見ても 100% であるっていうのが一番大変だった、と本音をこぼしました。ネット上では番組を聞いたリスナーから毎回決定版のような曲。すごい褒め言葉。よくも毎回決定版な曲。名言。その通り。簡単ふ。さすがひじりふとしさん。ひじりふとしさんの喜劇のコメントがすごい的確で源さん嬉しそうだったなぁなどの声が上がっています。長年、共に作品を作ってきた山岸さんからの褒め言葉に、素直に喜ぶ星野さんが可愛らしかったですね。毎回決定版みたいな曲を作るという山岸さんの言葉に大きくうなずいたリスナーも多かったのではないでしょうか。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。